翼や矢を神候補じゃない人間にも渡せるんだよな。はい、条件付きですが。あ、かわいいよね。確実に持ってるな、赤の矢と翼を。やばいです、やばいです。おい、声でけえよ。メトロポリマン様。ポリマン様だけは大好きなのね。まあいい、言われたことはちゃんとやれよ。はーい、じゃあ続きしよっか。さっきよりやばい遊び。奴は自分が神になるためのことしか考えてない。少女 A を止めようとして神候補が現れたら、そこを狙って殺すつもりだろう。このまま放っておくかどうか。向井堂さんはどうしたらいいと思ってるんですか。とっとと少女 A を見つけ出し殺す。とはいえ少女 A はあくまでおとりだ。メトロポリマンは少女 A に近づく我々を殺しに来る。そこを逆にこっちが白の矢で刺して殺す。人を殺したくない。やらなきゃやられる、正当防衛だって思えないか。人を殺すなら殺される方がいい。何があっても人を憎んじゃダメなんだと。おいおい、マジか。成人の教えとしては正しいかもしれないが、小学生でもそんなの甘いって思うぜ。じゃあこう考えてみろ。花籠くんが今まさにメトロポリマンに殺されようとしている。とする。しろ。やめろ。やめてくれ。おい、どうした。今日はここまでにしておこう。だがそれでもいつかは。パパ、お薬いっぱい。出生数はお水。おお、ありがとう、ナナカ。自分の天使、バレだ。よろしくお願いいたします。その大きな荷物は前もって自衛隊から拝借しといた。城の矢にはかなわないかもしれないが、そこそこは対抗できる。君たちにも渡そう。私はふざけてるんですか。どこがふざけてる。自分は真剣だ。言っておくが、英雄になりたいわけじゃない。子供たちのために何もできなかった、何もしようとしなかったパパにはなりたくない。もうここで相談してる場合じゃない。すぐ動かなければ次の犠牲者が出る。たまに。あ、ニュース速報。グランタワー上部に新たな遺体があると。何？まだ少女 A はグランタワーの上空にいるみたい。グランタワーの上に来られる者はそれだけで神候補。直接対決だ。それに着替えろ、架橋君。ぴったりだな。軽く、摩擦や衝撃に強く、刃物も通しにくい。未来君、ヒーローみたい。ルベルと花籠君は留守番。おい、そこで何をしてる。来た。ポリマン様待ってんの。ずうずうしてんのに。どこから来る。翼で飛んできた人がいたら一緒にいるで。ポリマン様が言うんだから仕方ないじゃん。やばいな。